こんにちは、フォーレックス TV ニューヨークのレミです。フォーレックス TV ジャパンの特別リポートをお送りいたします。今2つの重しが市場を引き倒そうとしています。一つは証券化債券の評価損を原因とする流動性危機、2つ目は評価損と債務市場の危機的状況が原因となり深刻化する信用収縮です。連銀の流動性注入の発表は米国政府が後ろ盾となっているフェデラルナショナルモーゲージアソシエーションの株価が下落したことに多分刺激されて開かれた緊急会合の後行われました。住宅金融資金の米国における最大の出し手であるファニーメイを貸し出しの損失から救済する必要があるのではないかという思惑が背後にあります。連銀は住宅債券、証券を直接買い入れることは控えました。しかし連銀が直接取引する20の有力投資銀行及びその他の金融機関に対し財務省証券を1ヶ月間貸し出すことで流動性を注入しようとしています。これらの20の金融機関はAAA の格付けを有する住宅債券、証券を含み手持ちの債券を担保として財務省証券借り入れます。2007年8月に信用危機が勃発して以来連銀は基準とする短期金利を 5.25% から 3% に引き下げました。今後の金利引き下げは短期資金の調達コストを引き下げ資金の流れを増やし経済活動のレベルを高めることを目的とするでしょう。直近の流動性注入そして金利引き下げは金融部門で発生している資金不足や信用収縮の長期化リスクを直接的に緩和するものではありません。サブプライム証券や市場が高騰したときに過大評価された他の証券化債券によって被った損失は約1900億ドルとなっています。そうして一般の予想では少なくとも同額の損失が今後発生するのではあろうと考えられています。これらの損失は銀行の純資産に影響を与えます。大手の銀行は相当割り引かれた価格で新株発行増資を行い今まで発生した損失を穴埋めしようとしています。損失が発生するに伴い増資を継続する必要があります。また間違いなく萎縮する債券市場から撤退し確実な銀行融資にシフトする企業に融資を行うためにも追加的な資金を確保する必要もあります。バーナンキの流動注入は市場の短期的流動性問題を緩和しています。しかし信用収縮は経済の伸び企業の収益株価を押し下げそうして投資家にとっては銀行があらゆる損失を明らかにし純資産の基礎を再構築するまで信用収縮が回避されたと安心することはできません。以上、Forex TV ニューヨークのレミがお伝えしました。最新の為替情報については、Forex TV Japan をご覧ください。